自分たちは普段、まあ、筑波以外でこのメンバーで練習するっていうことが、まあ、まずないんで、やっぱみんな結構集中して一本一本上げてって、ちょっと開幕戦みんな楽しみだなっていう感じはすごいしますね。標高が高いんで、まあ、ちょっとまだこの呼吸が心拍があった状態でのもう一段階上がると、まあ、ちょっと呼吸がしにくいなとか、まあ、あとはその茨城とかに比べてその一本のやっぱ峠が長いんで、登りやっぱ長い登りのリズムの掘り方があるんで、そこを結構意識するようにはしていますね。このもっと上げてって、まあ、みんながピークな状態でやっぱり開幕戦約2週間後、まあ、迎えて、まあ、スタート初戦からやっぱポイント稼いでいきたいです、はい。まあ、山ばっかりでしすごい登りも下りもいっぱいありますけど、ただ信号とかも全然ないので、すごく明日止まることなく走れるんで、すごい走りやすいなとは思います。まあ、雨でもレースやるんで、雨の中でのその、まあ、バイクがどういう風に滑るようになったりとか、あとはその濡れた路面でのバイクセッティング、タイヤの空気圧もそうですけど、そのあたりを詰めていくのには、まあ、いい要素なのかなと、ポジティブに捉えて練習できればなと思います。こんな高強度な練習を連日っていうのは初めての体験ですね、はい。あまりなんか調子いい悪いってあんま感じるタイプの選手じゃないと思うのであれなんですけど、まあでもやっぱりそれでも今はちょっと登れてきてるかなと、はい、思いますね。きついのはきついんですけど、まあ、なんかこう自分の力を発揮しやすいコースなんで、うん、楽しいですねやっぱり、はい。ここに長野に来てる以上やっぱりたくさん登るのがメインになるんで、しっかり登りで自分を追い込んで自分のマックスを上げていけたらと思って思いながら練習してますね、はい。年々全員パフォーマンス上がってきていて、まあ、特に今年は、期待できるんじゃないかなっていう、抜きんでた結果が出るんじゃないかなっていうようなパフォーマンスですね今。長い時間こうレースの間が過ごして、小田聖、前田晃平が、まあ、の2人がしっかり、まあ、休めたので、そういう面で、まあ、うちにとってはプラスじゃないかなっていう気はします。復帰してから、まあ、ありがたいことにずっとオフなしで過ごさせて、ずっとレース走らせてもらってきたんで、いい反面やっぱりメンタル的にも肉体的にも疲労がどんどん溜まっていく、まあ、自分としてもプラスにはなる。今もまあ、合宿前と、まあ、今、まあ、ここ 1,2 週間でも上がってきている実感があるから、まあ、あとまだ1週間2週間あるんで、3週間あるんで、もうちょっと上がるだろうなっていう予想も立ってるんで、まあ、楽しんで走ろうかなと思ってますけど。